こいときゃいっぺえキュッて引けろ。だがイクスニャキャッ冷えるな。旦那、あったかいそばでも食わしてくださいよ。何言ってんだ見回り。おめえのもうヘボ将棋泣いて飽きたよ。俺には勝てねえってよ。何を言ってやるんだ。これだな。旦那。おう、旦那これだ、ほら。はい。おい、ちょっと待て。ちょっと待ったらよかった。ああ、もういや。よいしょ。はい、旦那どうぞ。よう。私もお流れくださいね。はいよ。おかみ、俺の杯は一杯ご。俺は帰るというのか。そう、向井様は旦那のまたとないお友達。でももう少し女心が分かるといいんですけどね。なるほど。分かるのがちょっと遅すぎますね。カバ大さんと。火事ですよ、旦那。この風ではえれえ大火事になるぞ。旦那、あっち。あ、こっちも。こいつは付け火だ。ひでえことになりやがったな。2万両はいただきましたぜ。126件。焼け死んだ人たちはただいま判明しているだけで18名。その数はまだまだ増える見込みです。伝九郎どうした。大工たちを引き連れてお救い小屋を。お前たちもすぐ行って手伝え。起きた。吐き出し運んできました。あいつありがて、すぐお救い小屋へ運んでくれ。お前だ、お世話に来てくれ。すまねえな。気をつけろよ。これだけの大事件なのに表情も変えず、貴様という奴は深川奉行としての存念を申せ。存念はただ一つ、罪なき住人たちの住居や家来、その命を奪った盗賊どもを
一人残らず打ち果たす。やり申せぬか。やらねばなりません。吹き番若年より進言があった。早見右近は深川奉行としては不適任ではないかと。ご老中、深川奉行所の手は少数、盗賊どもがその気になれば火をつけるなどたやすいこと。まあ、大怒りなさるとまた真の憎の発作が。まずはご冷静に。深川奉行所のメンツにかけても盗賊どもを必ず挙げてご覧に入れましょう。やべ、今日より5日のうちに必ず事件を究明いたせ。5日若年寄りどもに言い切ったんじゃ。よいな。号令つかまつりました。おい、なんだよこのでっけえ握りは。やらくたって分かってるな。これでっけえのは相撲取りが食べるんだね。かよ、なあ、おい、これちっちゃいのこれなんで。うるせえ、てめえも。これはね、ご心臓さんが食べるの。おちょぼ口だから、分かってんだろ。おい、ここに長っぽそいのがなくなってきた。ああ、寿司だよ。寿司の好きな人の気持ちを察して俺は作ってんじゃねえか。なるほどな。暇なことやるだろう。またこの野郎。福島屋のあの二人どうしてる。今朝早く焼け跡にご主人の骨を拾いに行って。おるいさんたち気の毒だわ。2万両も取られたんですってね。おかみさん、お気をしっかりお持ちになって。無茶な真似だけは絶対にしちゃいけませんよ。身の振り方がつくまで世話頼むよ。こんな時にお父っつぁんがいてくれたら旦那の手足になれたのに。なんでまた急に湯治場なんか行っちまったんだろう。バカなお父っつぁん。この寒空にみんな常思いしてんだろうな。お出かけですか。まったくひでえよな。火付けの下手人を捕まえなくちゃ。おかみさんと番頭さんが離れにいないんです。それに骨壺もないんです。なんだと。世話になったおめえさんに挨拶もしねえで出ていくなんて。ひょっとすると思い詰めて。仁王ご両人。向井様、兵隊で川へ飛び込もうとしてるこの二人を俺が助けてな。話を聞いて南蛮へ行くところだ。ちょうどよかったよ。そいつはかたじけねえ。話は聞いたよ。ひでえ目であったな。
何か俺で役に立つことはねえかい。ありがとう。おるいさん、バカな真似しちゃいけねえ。お前さんが死んだってご主人は生きて帰っちゃ来ねえよな。起きたから聞いたんだが、お前さん盗賊の顔見たんだって。はい、はっきりと。詳しく話してみな。はい、私は無我夢中で逃げて釜場の陰に隠れました。髪の真っ白い、目のギョロッとした50過ぎの男でした。その男が盗賊の頭のようでございました。呼び子の音で私はやっと助かりました。髪の毛が真っ白で目がギョロッとして50過ぎの男が頭か。はい、そいつは何が何でも俺が挙げてみせる。俺が2万両取り返して福島屋を立て直すんだ。そうしなきゃ俺の腹収まんねえ。どこへ行ったのかな。お奉行、北町奉行所の川上殿がお奉行にお話が。北町奉行所筆頭与力、川上佐島と申します。ご府内外とはいえ本所深川は川一筋向こうの土地、当北町奉行所としても対岸の火災見過ごしはしておれぬとお奉行の仰せ。この際お気兼ねはご無用にしてご助勢つかまつりたいと。気兼ねも減ったくれもねえんだ。俺はな、本所深川の町を守れってんでお上から飯を食わしてもらってる人間だ。だから俺の力だけでやる。しかし九蔵、北の筆頭与力さんのお帰りだ。お送り申し上げな。おかみさん、おかみさん、約束はどうなってるんです？ねえ、ねえおかみさん。静かにおしよう。おかみさん。おかみさん。お前のことはちゃんとするから。どうしたのおきぬ。おきぬちゃん。間違いない。2万両強奪の一味として引っ捕らえろ。
旦那、お父っつぁんのところに加藤の奴らが。何？お父っつぁんが福島屋を襲った二万両強奪の張本人だって、子分たちまで。それから床下から千両箱が5つも出てきたそうです。旦那、どうしたらいいんでしょう。加藤の野郎。何？ウコンは動かぬと？はい。どのような魂胆か、いまだに。島屋はどうした？その後、江戸に戻った様子はございません。見つけ次第島屋を切れ。速水を深川奉行の座から追い落とし、わしがあの二万両で若年寄り老中どもの強欲張った面を叩けば、深川奉行の兼任はたやすいことだ。それには島屋右兵は深川にいられると何かと目の上の子分、老せずして一挙両得とそろばんを弾いた。右近がどう動くか見ものだ。鳥、は、つけ火を手伝わせた奴らの処分、抜かりはあるまいな。はい、堂上十兵衛が。心配してましたぜ。わ、いただくものをいただけりゃすぐ上方へ立ちます。うぬら火付け盗賊改めの牢を破った不届き者、この場において切り捨てる。なんだと？おめえが深川へ火をつけろと言ったじゃねえか。この度の一件、お主も大変だな。拙者にできることがあればご助勢いたすが。お前さんたち、加藤のやり方は虫図が走る。何？怪しいと見れば利費を正さず立ちどころに切る。人間は芋や大悟じゃねえ。早見、口の利き方に気をつけろ。ここは深川奉行、こっちは火付け盗賊改めの長だ。血と格が違うぞ。このまま深川奉行所にいられるかどうかも危ういようだな。まあどうなるかお手並み拝見といこう。桐谷殿。あ、これは若年寄様。旅の菓子折りすまんの。いいえ、あいつぞよろしくお願いいたします。お武家、お武家、なんで大変ですよ。町外れの荒寺でヤクザも殺されてます。何？それも一人や二人じゃないんですよ。お武家、これはただの殺しじゃなさそうですね。例の福島屋の一件と関わりがあるんじゃないですかね。おびよ、
おかしいですね。入れ墨者ばかりです。お奉行、よほど腕の立つやつですね。これは何でしょう。文字でしょうかね。ひという字かな。番頭の角三郎も始末いたしました。そうか。早くお店を持たせてくれと、うるさくなってまいりましたので。ルイ、もう三四日もすれば早見めの処分も決まるはずだ。そうすれば深川奉行の兼任の手は打つ。あの二万両がものを言うのだ。キリヤ様がそうなってくだされば、福島屋はもっともっと大きなお棚が張れます。ご金製の抜けにも自由にできますし。もうしばらくの辛抱だ。筋書き通り芝居を続けてくれよ。キリヤ様のお言葉ならどんなことでも嬉しゅうございます。どこへでもともども良いな。ルイ、亭主はわしの方で処置する。なるべく早くお願いいたします。その夜は火事が起こる。そして福島屋へ盗賊が押し込む。二万両がかすめ取られる。その方の亭主を切ったやつは島屋右兵。金をかすめたのも右兵一味。葬らねばならんのだ。深川奉行、早見君にそう持ちかけるのだ。よいな。豊島屋が邪魔だ。ルイ、すまぬがもう一度働きしてくれぬか。はい。
何しやがって。私は無事に済みましたが、子分が二人やられましたよ。箱根へ向かう途中、深川が大海と聞いたんですぐに引っ返してきたんだが、何が何だかさっぱりわからねえや。お父っつぁん、加藤の奴らが来て、お父っつぁんが福島屋殺害の張本人だって。何よバカなことを。何がバカよ、床下から千両箱がいつも出てきたのよ。それに主だった子分たちはみんな連れて帰っちまった。そうか。お父っつん、床下から千両箱がいつも出てきたっていうことは一体どういうことなの。敵はどうやらおめえと俺が邪魔らしいや。完了はいただきやしたぜ。髪の真っ白い、目のギョロッとした50過ぎの男でした。その男が盗賊の頭のようでございました。あれお奉行、この傷は。加藤改め方の桐谷は両替商の福島屋に出入りしていたそうです。やっぱりな、思った通りだ。足の方ですが、悪いのやつはどうも桐谷の女らしいです。そうかい。この深川に奴らが密会している場所がきっとあるはずだ。そこを突き止めろ。へい。おめえは早見様の動きを見張るんだ。へい。変わったことがあったらすぐに知らせるんだ。いいな。へい。お奉行様にお話ししたいことがございます。本日猿の刻、龍源寺境内にてお待ち申し上げます。ルイ。
早見右近は討ち取りましたが、残念ながら道神ほか4名失いました。うん。しかし邪魔が入りまして。何？島屋が短筒を発砲しながら現れまして、討ち取ろうにも手が出せませんでした。もうよい、あとは時が解決する。あ、鳥居、例の2万両今宵のうちに別邸に集めておけ。は。間違えねえな。おやま、キリアたちは別邸に今夜のうちに2万両を運び込むらしいんですよ。何？おやま。その方に裏切られた福島屋、
地獄でそちが来るのを待ちわびているでおろうの。嫌なことを言ってやらぬか。キリア様、ルイは怒りますよ。すぎます、ご冗談が。そちも知っての通り、用済みのものは生かしておかぬのがわしの主義、わしの生き方だ。さあ行け地獄へ。何？キリア仙蔵が福島屋のおかみと組んでいる。つきましては折り入ってお願いの儀がござります。なんだ。あ、いえ、去る日の大火によりキリアに奪われましたる福島屋の2万両早見右近に全額お下げ渡しくださりますよ。何？右近、貴様よくぞ決して。早速のご承認、片付けのを存じますね。誰が証人などするか。キリア様、すべて揃いました。うん、福島屋の土蔵から消えた2万両がこの寮に眠ってるとはおそらく誰も気づくまいの。ああ、鳥居、この金でわしも思う存分幕閣をかき回すことができる。若年寄り老中職ももはや夢ではないわ。キリア様、その時は鳥居、お前も奉行に引き立ててやるぞ。あれ、何者？火付盗賊改め方のお頭、キリア様と出の生産か。当たり前よ、おめえの首もらいに来たんだ。礼物、頭巾を取れ。速水、てめえはこの俺を落とし入れようと本所深川へ火をつけさせ、罪もねえ人間を焼き殺し、何百という人間をこの寒空の下へ放り出しやがった。この俺がてめえら地獄へ送ってやる。黙れ。たった一人で乗り込んできたことだけは褒めてやる。ろくでしもんだ。出会え、おのれ切れ。図が高い。天に代わって破れ奉行、てめえら切る。早見が2万両をどうしてもお上に返さんと申せばどう遊ばします。当たり前じゃ。ことと次第によっては罪まで切らせる。切らせますか。
取り巻きは気のせいでこい。切らせますか、爪バラを。稲葉のじいさん、今頃どんな顔してるかな。こんな顔ですかな。報われることのない父と娘、これだけが父が母に残した品物なんです。間違いといや米沢剣持のかい。陰謀渦巻く真っただ中、密貿易の悪の輪は広がってゆく。守り袋に託した父親の面影を無残にも打ち砕く殺しの刃。静かに見守る浪人侍とは何者か。破れ奉行さすらいの偉人腹にご期待ください。